こんばんは。今回は短時間でロリータちゃんを描いていきます。早速ですが、一番最初の線だけのラフ工程はバッサリカット、カラーラフからやっていきます。この時点でだいたい残り2時間50分。そして今回から試験的にタイマーを動画でも見えるようにしてみました。タイマーありがいいかなしがいいか、コメントで教えていただけると助かります。右上の謎の線は人物をこういう傾きにしたいという日本の線ですが、ほんと謎の線なのであまり気にしないでください。カラーラフは基本的に2パターン作るようにしています。見比べてより可愛い方を採用にします。が、今回指摘にどちらも同じくらい可愛くて選べなかったので、普段あまり使わない色の方を採用にしました。と、そんな話をしていたらラフも終わりました。ここから下書きに移ります。顔の立体感を取るための当たりを描いてから、それに合わせて顔を描いていきます。が、あまり最初にデッサンを意識すると絵が硬くなってしまうので、ここではあまりデッサンは気にしないようにしています。細い線でザクザクと描いていきます。下書きと言いつつ、この線はこの後色塗りまで半分線画として残り続けるのですが、色塗りの段階でこの線はほとんど無視されていくので、どこに何を置くのかが分かればいいくらいで書いていきます。では、下書き終了までさらに倍速。はい、下書き完成しました。ここから下塗りに入っていきます。残り2時間10分。新しくレイヤーを作って一括で人物の部分にバケツで色を流します。そのレイヤーの不透明度を保護して、それぞれのパーツにカラーラフで決めた色を置いていきます。では置き終わったので、次に目を一回粘膜の色で塗りつぶしてから白目と黒目を入れます。今回拙者のような近くを見ている感じにしたかったので、向かって右の目を気持ち中央に寄せました。そのまま立体感をつけるように影を置いていきます。この時点で質感などはあまり気にせず、遠目で見たとき、具体的にはツイッターや YouTube のサムネイルくらいのサイズで見たときにパッと立体感が入るように作っていきます。遠くから見たときに、この形は線画からはみ出した方がいいなぁと思ったら、いくらでもはみ出します。線画を描くときに塗りの段階で無視するので、大体でいいというのはこういうことです。やっぱり色を塗っていくと、線を描くときにはわからない調整とかが出てきてしまうんですよね。まあ、私の場合だけかもしれませんが。今回、ボンネットが赤いので、おそらく反射で髪もちょっと赤くなるだろうと思って、髪の周囲を赤めにしました。塗る前よりも絵が馴染んだと思います。さらに、赤い服を塗っていく最中、赤のサイドが強くて、そこだけが印象的になってしまったので、この下塗りの時点で影のサイドを下げたりとかして、どういった色味にすれば全体の印象が良くなるかを調整しました。では、このまま同じ工程で下塗りをしていきます。下塗り完成までさらに倍速。はい。では、下塗りが終わったので、本格的な厚塗りに移ります。残り1時間半。厚塗りでは、レイヤーを、ベース、紙、ボンネットの3つに分けます。厚塗りなのにレイヤーを分けるの?と思われるかもしれませんが、私は肌だったらおでこまで、髪も後頭部まで描いたりしたいので、上に被さるものは全部レイヤーを分けています。あと分けておくと、髪の影とかが後から落としやすいです。では、厚塗りに入る前に骸骨を描きます。今回結構デフォルメしたお顔なので、骸骨もデフォルメされています。ただ、デフォルメされた骸骨でも、描いておくとデッサン崩れなどが起き、
分かりやすくなるので、厚塗りの時点で書きます。前はもっと最初の方に骸骨を書いていたのですが、厚塗り前に書くとやっぱり絵が硬くなってしまいがちだったので、最近は絵の方向が決まった後、この時点で書くようにしています。それでは顔を塗っていっていますね。もう下塗りで大体の立体感は決まっているので、それをさらに調整していくようなイメージで色を置いていきます。鼻と目の周りは赤っぽく、今回ロリータさんなのでチュルンとした印象になるように立体感はそこまで強調させずに塗っていきます。では一回瞳を整えましょう。今回不透明度を下げたブラシで塗っているので、一括で黒目も白目も濃いグレーでまぶたの影を落としちゃいます。大体の立体感がついたら、瞳孔と黒目の周りに今回はオレンジを入れて目の透明感を強調しました。そしてまつげを描いていっていますね。新規レイヤーを作り、茶色でまつげを描いていきます。描き終わったらまつげレイヤーの下に上山レイヤーを作り、瞳と肌にまつげの影を落とします。これだけで結構目の立体感がついてくれるので、とっても便利です。最後にハイライトも入れて、目の印象を一回ここで整えました。この目の塗り込みに合わせて他の肌も塗り込んでいきます。と、唇を塗っていきます。唇は一回ピンクをのせる、中央に濃い色をのせる、周囲をぼかす、笑っている線を描く、ハイライトを入れるで描いています。唇の細かい描き方は別動画をご参照ください。今回塗りには不透明度を下げたブラシをたくさん活用しています。ブラシの不透明度を下げると、通常レイヤーなのに定山っぽい使い方ができてすごく便利です。ただ色が濁っちゃったり絵がボケたりしやすいので、使い方には気をつけなくちゃいけませんが、と、そんなこんなで髪の塗りに突入。髪の毛は球体だと思って影を置いていきます。最初の段階では髪の毛が一本一本あることは忘れます。と、大体整ったら髪の毛の束の影を置いていきます。そしてここで前髪がもう少し長い方がいいなと思ったので、メッシュ変形で形を調整します。レイヤーを分けておくと、こういう変形での調整も楽です。ちょっと髪の毛での塗りが物足りなさありますが、1時間切ったのでボンネットの塗り込みに入ります。顔を塗り込んだことによって影が物足りないので濃くしていきます。濃い影と明るい部分の狭間に鮮やかめな赤を入れて、影自体は彩度を下げてあります。フリルにもデコボコがわかる程度に影を置いたら、リボンを塗っていきます。今回リボンの見本を用意するのを忘れたので、記憶で塗っていきます。こういう複雑な形は見本があった方が絶対にいいです。で、ワンピースの白い部分も合わせて影を置いていきます。リボンの周囲は赤っぽいグレーで、リボンから離れた部分は黄みの強いグレーで塗っていきます。そしてロリータの肩に縫い線があるのかがわかりませんが、線を描くと肩の位置が想像しやすいので描いちゃいました。で、服が整ったのでリボンをさらに塗り込んでいきます。服は大体でいいのですが、顔周りはとてに特に目立ちやすいので、ちょっと多めに塗り込みます。それではボンネット付属のリボンを塗り込んでいきます。大体顎下のリボンと同じ塗り方をしていくのですが、すべてのシワの入り方が同じなのも違和感があったので、シワの入り方をちょっとずつ変えました。見本を見た方が絶対にいいです。ここで耳を塗り忘れていることに気がついたので、違和感がない程度に塗り込んでいきます。では肌の透明感を出していきます。詳しいやり方はリンクのショート動画をご覧ください。透明感を出し終わったら、
髪の毛の下に定山レイヤーを作って影を落としました。次にもうちょっと塗り込みたいのですが、30分を切り完成に近づけたかったので、一回色味の加工を加えました。ここで加工レイヤーの上に通常レイヤーを作って塗り込みをしていきます。これをすると後で修正がしづらくなるので、短時間厚塗り以外ではおすすめしません。髪に落ちるリボンの影と目に影を落としましたが、目の影はない方が可愛かったので後で消します。立体感はあった方が出るのですが、雰囲気はない方が可愛いという、こういうところが絵の難しいところですよね。さらにほっぺたにチークを入れました。今回はとことん可愛いメインで塗っていきます。目に入るハイライトの周囲に原色をまとわせるのを忘れていたので、細く入れていきます。ここら辺で残り10分もあると余裕で細かい修正をしていくのですが、残り時間7分で衝撃の事実に気がつきます。今はまだルンルンでグラデーションマップなどで色味を調整していますね。ここで気がつきますね。そうです。ボンネット付属のパールを忘れていました。こういう小物を忘れないためにラフを左下に表示しているのですが、この下塗りの時点でももうパールが消えていました。恐ろしい。時間がないので G ペンで丸を描いた後影を全体に落としていきます。そして立体感を出すために一回全部を暗くして、その上でそれぞれの丸の中央に明るい色を重ねて、どうにかパールっぽいものを作り、3時間が終了。以上、ドタバタ短時間チャレンジでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。